今回の動画では明治政府の外交について見ていきたいと思います。外交つまり外国との交流や,やり取りです。まず新しくできた明治政府が解決しないといけない外交の問題がありました。何かというと不平等条約です。覚えていますか。これは江戸時代の終わり幕末に江戸幕府が外国と結んだ条約です。 アメリカからペリーがやってきてその時に日米和親条約日米就興通商条約というのを結びましたその後同じような内容の条約をヨーロッパともヨーロッパの国々とも結んだんやけどそれは日本にとっては不利な不平等な条約になっていたんやね。 こんな条約を残したまま外国との外交を進めるのはよくないのでまずは不平等条約を改正するというのが明治政府ののの外交の1つの目標ゴールになっていたですそして日本は特にアメリカやヨーロッパからはまだまだ日本は仕組みが整っていなかったので社会の仕組みや産業についても学んでいこうというのがとても大事になっていました。 このよういう目的ね狙いがあったので日本はまず日本の優秀なリーダーたちをアメリカヨーロッパに送った派遣したんですそれが1871年の岩倉使節団というものになります岩倉って覚えてるかな岩倉 a k と書いてともみさんという人がいました幕府を倒す倒幕にも貢献をした 力を発揮した天皇に近い順列です。この写真の真ん中の人、岩倉智美さんです。まこの人が代表だったので、岩倉使節団と言います。それじゃ、どんな人がこの使節団でアメリカヨーロッパに行ったかというとすごいメンバーです。超豪華なメンバーになってます。この写真を見てください。真ん中、岩倉智美さんやけど、これまでにも出てきたような幕末に活躍した人たちがえ渡っています。 まずこの人誰かわかるかなこのイケメン長州藩の木戸孝義桂小五郎です維新三傑の一人にも数えられる人物ですそして後ろの人この人は今まで出てきていないけど山口直義さんという人ちょっと教科書とかにも出てきていないけど佐賀藩で力を持っていた人物になりますそしてこちら2人は長州藩の人物です 同じく維新三傑の一人大久保利通と最初の内閣総理大臣首相になった伊藤博文です,すごいメンバーがこの岩倉使節団でアメリカヨーロッパに行ったんやねそしてこの使節団の中には女性も含まれていましたその中でも特に有名なのが当時最年少で使節団に加わったこの女の子津田梅子です 津田梅子はこの後も外国で留学をしていろんなものを学んできますそして日本に帰ってきてからは特に女性の教育に力を入れるようになりました津田塾大学という大学が今もあるんやけどその津田塾大学はこの津田梅子さんが作った大学になります でもこういうふうに豪華なメンバーが施設団でアメリカヨーロッパに行ったんやけど不平等条約の改正には至りませんでした改正することはできませんでしたやっぱりまだまだ日本の力も外国には認められてなかったしアメリカヨーロッパからすれば自分たちが有利な条約を何の理由もないのに改正しないよねなのでここからまだまだ条約の改正には時間がかかっていくことになります こういうふうにアメリカヨーロッパとの関係はそんなに進まなかったんやけど日本は今度は周りのアジアの国々との関係を新しく作っていきますそこで結ばれた条約がこの2つです日清修好条記と日朝修好条記この2つです日は日本のことやねじゃあこの清朝ってどこか分かるかな清は中国最後の王朝です つまり日清は日本と中国の間で結ばれた条約です1871年清との対等な条約日清修行条記が結ばれましたそれじゃあこっち朝は何かというとこれは朝鮮のことです当時朝鮮半島には李氏朝鮮という王朝がありましたここと結んだ条約が日朝修行条記になります でもこの条約は不平等なな条約になっていました。朝鮮にとって不平等な日本にとって有利な条約が結ばれます当時の朝鮮というのは江戸時代の日本と同じような感じで鎖国の状態にありましたそこで日本と朝鮮の間でちょっとした問題が起きるんやけどそれを理由に日本は朝鮮が不利な条約を結んだんです まあそういうふうにしてヨーロッパが日本に対して結んできたような不平等な条約を日本は朝鮮と結ばせた結ぶことになりましたまあでももう一つ注目してほしいのはこの年です日清修好条約は千八百七十一年にできた結ばれたんやけど日朝の方は千八百七十六年になっています時間がかかってるんだねこれなぜかというと朝鮮に対してどうするか というのが日本の中でもすごく議論になまた対立があったですそしてその対立によってなんと日本で大きな内乱が起こります。その,内乱のことを西南戦争と言いうんやけどこの西南戦争の国内での反乱を起こしたその中心になった人物がなんとあの西郷隆盛だったんです。 なぜ幕府を倒すことに貢献をした西郷さんは国内の内乱を起こすことになったんでしょうかちょっとこれも合わせて見ていきたいと思います。さっき話した通り1868年以来日本はずっと朝鮮との国交国との交流ねこれを結ぼうと続けてきたんやけどそれはずっとうまくいきませんでした。 朝鮮からするとこれまで通りの関係でいいのに日本が明治という新しい国になって関係を結ぼうと新しくしようとしてくるとなんでやというようわからんということでなかなか話し合いというのはそもそもできないような状態にありましたそんな中西郷隆盛や板垣退助というのはかなり強気な考えを持つようになりますそういうふうになかなか国交が作れない朝鮮に対して兵を送ろうと 場合によっては兵を送ってしまおうというような考えを持つようになりました。この考えのことを論と言いますこれは征服のせいね。韓はこれは朝鮮のことです。なので、韓国を征服してしまうと、韓国に兵を送ろうというような考え方です。 西郷さんはまず自分を使者として朝鮮に送ってくれと言っていたのでどこまで戦争をしようというふうに考えていたかは分からないけどかなり強気な考え方を持っていましたそしてこの「性観論」という考え方が不満を持った不平を持った士族の間で広がっていくことになります士族ってのはこれは元武士の人たちはね元武士の人たちは新しい時代になって不満を持っていました 爆破を倒して新しい政府を作るために自分たちはたくさん戦ったのに新しい政府は市民平等とか言って自分たちの特権を奪ってしまったよね。なのですごく不満を持っていたので政権論戦争をするっていうのは武士の仕事ですその政権論ていうのはやっぱり強く武士に支持を得ることに支持されることになりましたまところが このタイミングで岩倉大久保たち、岩岩倉倉節が帰国ししまます。すす。そしてこの政官論に反対をするんです岩倉大久保からするとこの人たちからするとアメリカヨーロッパを見てきたそしてやっぱり日本はまだまだ遅れているっていうのを見てきたわけやねそんな中でまずは日本の仕組みとか産業をどんどん作っていかないといけないのに朝鮮と戦争している場合じゃないでということで反対をするわけです。 ところが西郷や板垣からするとせっかくこの人たちいない間に頑張って国の中での議論をしていたのに急に帰ってきて反対するなよということで1871年この対立は深まって西郷板垣は下アしてしまいます。下アっていうのは政府の仕事を辞めてもう普通の人に一般の人になるってことです。なので西郷も故郷の薩摩鹿児島に帰っていくことになりました。 でも薩摩に帰ってきた西郷たちをこの不平士族は放っておきません。まあそういう人がいたら西郷のような人がいたら自然と人が集まってしまうよね。そして1877年とうとうそれが内乱になります。国内での戦争になります。西郷をリーダーとして不満を持った士族による国内最大の反乱が起こりました。これが西南戦争です。 ただこの西南戦争この頃には明治政府の中でも徴兵制度ができて新しい兵新しい軍新しい武器を持っていたのでこの最後がリーダーになってもそれにはかないませんでしたわずか半年でちょっと漢字難しいかもです鎮圧されてしまう抑えられてしまうことになりますそうしたごたごたがこの国の中であったので かりまあでもこういうふうにしてもちろんこういう西南戦争という大きな内乱はあったし日本は明治政府は西郷という人材を失ってしまったんやけど明治政府の外交として新しくスタートしていくことになったんです。